こんにちは、南雲慶典です。今日も YouTube のビデオを撮っていこうと思います。今日はですね、ちょっとお客様がアレマーノを見に来てくれたお客様がいたので、皆様にもアレマーノの腕時計をちょっと見ていただこうと思います。アレマーノの一番スタンダードなデイというシリーズです。こういう感じですね。こんな感じで、はい。で、ガラスはね、無反射コーティングがしてあるんです。裏はスケルトンです。サファイアガラスのスケルトン。でね、見てもらうとわかるかな。こう、ちょっとカーブしてるんですよ。裏蓋が。だから、この裏のサファイアガラスもカーブしてるんですね。これ、腕へのフィット感、座りがとてもいいです。でね、こうつけていて、こう見ると結構厚い感じがするじゃないですか。けど実際は、この一番薄いところ、このカーブ、裏蓋がカーブしているので、一番薄いところは12ミリあるかないかぐらいなので、そんなに厚くないんで、意外にこういう、なんていうの、厚みのある時計としては、ぶつかったりすることはまずないですね。初めてクロノグラフとかつけた人は結構カーンとぶつけたりするんで、お客さんがいや、ぶつかってビビったよとかいうお話聞くんですけど、これ意外に当たらないです。で、これが一番スタンダードな三芯自動巻きのデイというシリーズのサテン仕上げ、筋目になってるでしょう、わかるかな、サテン仕上げのバージョン。そして同じデイ三芯の自動巻き、けどこちらはねポリッシュなんです。こちらはポリッシュ仕様です。こちらお客様が買うときに選べるんですね。こうした方がいいかな。こういう感じでサテン仕上げとポリッシュ仕上げと選べるんですね。こんな感じでアレマーノのデイというシリーズは選べます。あとね、ポリッシュとサテンとブラスト仕上げ3種類から選んでいただけます。で、ポリッシュが標準で、サテンとブラストは1万円高になりますけども、好きなこの表面処理が選べますので、また何かご相談欲しいなって人はまず僕にご相談いただけると間違いないと思います。よろしくお願いします。